2019年間もなく終了12月31日でございます。大晦日だね。はい、あっという間に今年もあと数時間で終了でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで皆さんで振り返りをしていきたいと思います。するしない、話したい人。はいはい、ブルー。はい、じゃあブルーから行かせていただきます。本当1年ありがとうございました。僕の振り返りといったらやっぱり今年僕はバージョンするしないの新しいメンバーとして入らせていただいたので、そうですよね、2019年ですね。今年か、なんか3年ぐらい居座ってるみたいですね。あ、居座ってるって言ってた。何それ、言い方するのあれだけどでも入ってからもいろいろと、まあ、長野も行ったり大阪行ったりもいろいろやらせていただきましたけど、まあやっぱり初めてのことが多かったんで非常に自分としては新鮮で楽しかったですね。でまあいろいろと迷惑もかけましたけど、一時期も最近では本当にクビになんかならないかみたいな状況ですけど、今後ともちょっと頑張っていきたいので、クビにするしない、するしない、クビにするしないみたいな感じになってるんですけど、まあ来年もまたねしっかりとブルーというのをもっと定着させて頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。来年はね、直哉さんにメキシコに行ってもらおうかなと思います。すごい、帰ってこれるかメキシコで麻雀を教えて帰ってこれるか来れないかするしないみたいなね。するしない、うん、来る来ない、あ、企画なら何でもやりますんで、ね、はい、次、はい、アルちゃんイエロー。今年はね、平成から令和になりましておばあちゃんみたいな、スケールの大きい振り返り、なんか昭和に生まれて平成をまたいで令和になってしまったわけですよ。昭和なんだ生まれ。昭和ですよ。え？平成だと思ってた。昭和ですよ。はるちゃんなんかど昭和よ。ど昭和。ど昭和。ど昭和って。というわけで、なんかこう独り身でね、その3つになった人は平成ジャンプっていうらしいっていう、なんかなるほど、自分の中での流行語大賞もできまして、何一つなんか目標も達成できず。暗いな。暗いな。苦しい。一年で。女流は高級するし、大阪対局勝てないし、リーグ戦も高級するし、辛い一年でございました。もうすぐアラフォー。超面白いね。涙なしでは語れないです。今聞いたことないじゃんの。超面白いね。ああいうところで最高ですね。最高ね。隣で泣いてるイエローいるんだけど。超面白いね。ただでもするしないはすごい楽しかったんですよ。うん、大会やったりとか、いろんな。あったね。はい、春郷先生としてもらったりとか、突撃ウリーグもね、突撃もやらせていただいたりとか、ちょっとイエローとしては頑張ってこれたかなと思うので、うん、イエローを糧にして来年2020年も頑張って生きていこうと思いますありがとうございました。はい、次、はいはい、グリーン。はい、平成から令和になりましたなんせなんだ、そういうことだよ。じゃあなんかそれが壮大だね。ね、いやでもちょっと被るんだよね、うん、なぜなら一緒に高級したから。あーやったー、いたわー最終節一緒にいたーね。最終節同卓した4人とも高級するっていう、ね、はい、みんな地獄の3丁目みたいな感じだったやばいね、相変わらずね、ほ本当に。まあでもね、高級しつつ、まあただ自分自身の例えば仕事の面だったりとか、まあ、動画の面だったりとかっていうのはまあ結構充実してたかなと。匠もいっぱい勝ったし空気を読まずに勝ち越してるよね、かなりの数字で。でまあリーグ戦に関してもね、高級はしたものの、高級はしたもののリーグ戦の仕組みが変わって、B2 から落ちて B2 のままという。なんで僕らは高級してない。してないですよね。実質してない。してない。落ちてない。B2 リーグ。崖から落ちたら下から崖が上がってきた。そう。どんどん上がってきたね。そう。よかったよかった。結果高さ一緒みたいな。一緒。っていうのと、はい、あとつい先日ね、新規戦で決勝に残ることができました。イエーイ。これよ。これすごいよ。1月13日。ね。見ます。なんとかね、決勝に残ることができたので、高級した分ちょっとここで取り返したいなと思います。うん、で来年は一緒に上がろうね。残りはいないと勝てない。マジムカつく。同卓にでも出てくるし、またどこか。そう、うん、でもね、同卓、すっげー明るくんって言ったの今。同卓、同卓2回で120ポイントぐらい勝たれてる。毎回トップなんならいいのにね。そうなの。キリン
しょうがない、今はしょうがない、負けてるから来年に行かそう。今ね、あなたが必要なのって言われてるから多分そう、ね、逆に嬉しい。どんな意味かは置いといてね、うん、いいことだね、うん、あ、よかったよかった、うん、あ、どうぞ。え、いいの？もう終わり。挨拶は？いいの？あ、今年1年大変お世話になりました来年はね、あのこういうするしないのカメラの前だけじゃなくて、まあいろんなその麻雀をねしているところももっともっとたくさん見てもらえるように、頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。最後、はい、はい、リンクいきます。もう1年めちゃくちゃいろいろありました。ありましたね、今年はね、本当にあった、うん、もう今年1年で5年あったんじゃないかっていうぐらい詰まってるんだけど、本当吹け込んだよ ね出産、うん、うん、私の目標は達成されたのはアンザンだけなの。結婚が1個目だったっけ。結婚が1個目、残留アンザン、アンザンだって。アンザン愛子だからね。アンザンだけ、あの、うん、よかった、代理対応してくれた感じだからね。そう、うん、よかったよ、アンザンのおかげです。本当に祈願したからね、はい、うん、子供を産みまして、うん、慣れない子育てが始まり、なんかすごい久々に長野里帰りを長期でし、なんか会いに来てくれ行ったじゃあ今度は M リーグが、うん、ドラフトがあり、ドンポさんに泣かれ、ドンポさんがそう、マジみんなドンポさん好きって何ね、M リーグ始まり、もうあっという間の2019年でした、うん、ソルシナイでは大会がやっと形になったので、これを来年皆さんの元に会いに行けるように、より進化をしていこうという、そういう目標が新たに生まれ、もうプロとしてもなんかこう、お家の一人の人間、お母さんとしてもだったり、いろいろこう成長した1年で、本当にあの実りある1年になりました。皆さんありがとうございました。もうね、無理だよこれ、ね、数分で語りきれないもん、ね、うん、クソ真面目じゃないコメント大丈夫大丈夫、どうした、いや締めくくりだね、いやだってさ、ね、もうだってまあ確かにね、ふざけてたらこれ、ふざけると3時間ぐらいの動画になるよ、うん、ちなみにね、あの照明当たってると見えるけど、ちょっと泣いてっかんね、泣いてっかんね全然泣かないけど、まあ、全然泣かないでもないけど、うんうん、いや本当にいろいろあったけど、もうあれもこれも、うん、もう皆さんのご協力とね、もう本当感謝しかない1年でございました。本当にありがとうございました。もうこれ以上話すと切なくもなってくるので、やめよう、もうこれで終わりにしようそうだね、じゃあ最後はみんなで正座して、はい、はい、あ、正座の30秒しか持たないどうもだ正座すごい前のめりだし、どうもだ正座高くないめっちゃ高い、なんだろう、もうちょっとピンとしたら顔切れるよここがすごい、なんかもう足のこのなんか前に出ちゃってる、前に